今日のドンコメ、ご機嫌。佐伯は前日の相手の勢いを持ち込ませなかったな。6回くらいから余計ようなってきたよな。ストレートもな、風で高めがちょっと伸びてるというかな。それを言うとったから6回くらいから安心して、逆にな、無失点の間はずっと行かせるつもりで、空も向こう大貫もAピッチングしとったからな。前日の流れもあった中で、空大きいよ。おお、まあ今日はもうゲラしかな。おお、言っても8回行って1回ゲラしかなかったからな。でも球数的にもちょうどな。だからバテてというか、それはないから余計ようなっとったからな。6回くらいから今年は安定したピッチングでローテの中心となっている。まあ一番イニングも投げとるしな、防御率も悪くないしな。おお、結構あれや、負けた後結構佐伯で勝ってるよ。負け試合の後多いよな。1番の井上も得点に絡んだ。いや、いろいろずっと考えてたんや。おお、3番打つやつも打率が悪すぎるよな。誰が打っても3番あかんねん。近本もあかんかったやろ。ちょっとわからんけどな、巡り合わせでな。井上は出たところでしっかり結果を。そうや、結局ヒット2本やんか、あの回だけやで。それでよう勝ったよ。本当にお前さえ貴様様よ。はっきり言うてそれしかないよ。3番ありきでまず3番を埋めた感じか。いやいや、近本な、昨日打点も多かったしな。一回な、そういうの、これは前から言うとったいや、2番中野で3番近本っていうな。1番にちょっとな、なんか一発ありそうなのを、例えば森下とかそういう感覚でな、一回行こうかっていうな。そんな去年と同じ形じゃできへんで言うて、それはずっと話はしとったんや、ミーティングの時に。あと早いよ、佐伯に聞き。佐伯様様よ。どんでん何回も佐伯様様って言ったんだ。みんな同感だよね。やっぱり3番誰にしても打点。岡田が4番は人格が優れてる選手がやるべきって言ってしまってるからな。大山と佐藤が副調整とマジしんどい2軍で調整ありやろ。佐伯昨年よりパワーアップしてるよな。あと早いよ、佐伯に聞き。俺早いよ。佐伯嬉しいだろ。どんでん何回も佐伯様様って言ったんだ。みんな同感だよね。キーフォンは1番で良いと思うけど、今日の佐伯四球から点になったよう2回から上位のつながりを改善したいな。ただ打っただけでなく得点に絡んでるの A は井上、しかも東を抜きからなのはポジれる。